い、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでどこに行けばいいんやろ。ここなんかな、ここなんか入れるとこ。お、よくわからない鳴き声。別にね、ポケモンの鳴き声をひらがなで表現することはないと思うんだ。ディザードン、お前がいてくれないと俺はスタジアムにも行けない。だって俺はこんなんでかい昇降機を見失うんだからな。チャンピオンじゃなければただのヤバい人です。え、ヤバくないそれ。弱いな。なるほど、推薦状にふさわしいトレーナーになった。今の君ならバッチリ使いこなせるな。ポケモンに持たせておくといい道具をプレゼントするぜ。何？アイナは木炭を手に入れた。あ、これ炎系のポケモンのパワーがアップするやつよね。アイナは木炭を道具ポケットにしまった。あれかな、ヒバニーやけんかな。物を燃やす燃料を持たせると炎タイプの技の威力が上がる。ってことは他のポケモンやったら、水やったら水？草やったら草？のやつが何があったか忘れたけど。さあ、昇降機に乗っていくんだ、エンジンスタジアムに。これに乗ったらいけるの。エンジン室をぶらついてもいいが、俺のように迷うなよ。きちんと昇降機に乗ってエンジンスタジアムに行くんだぜ。もうね、観光はすでに済ませたから。うわ、思ったより早いんやけど、もうちょっとゆっくりじゃないの動くの。あ、これや、わけわからんキャラクター。気持ち悪い。スタジアムでっかい。家が何個入るのかな。よくさ、東京ドーム何個分みたいなの言われるけど、東京ドームの大きさがわからんっていうね。地方あるあるである。ダイマックスしたポケモンが戦っても平気なスタジアム。あ、それぐらいのデカさ。大昔では石造りの巨大スタジアムがあったそうだ。へえ。おお、びっくりした。何？来たか。エンジンスタジアム、開会式の場所だぞ。ジムチャレンジ開会式は、母ちゃんはもちろん全世界の人が見るんだ。俺の心がざわつく。感動で震えているぞ。ビシッと行くぞ、いな。世界が俺たちを知るんだ。めっちゃ大げさな感じで言われる。あの兄にしてこの弟である。それよりこっちと話したかったんだけど。じゃーん、モンスターボールに話しかけて君にいいものをあげちゃうボル。アイナはモンスターボールを手に入れ、お、ありがとう。嬉しい。ちなみに僕はモンスターボールじゃないよ。じゃあ誰なんだろう。答えはボールガイボルよ。ボールガイ、なるほど、よくわからんけど。一通り外の人たちと話したり、アイテムを拾ったところで、ってことで、ハイニーに行くか。めっちゃでっかいな、これ。スタジアム、あのホテルスボミーンっていうのはどこにあるんやろ。それにしてもジムチャレンジャーばかりだぞ。まあそうやろうね。こいつらみんながライバルか。めっちゃキラキラしおりやん、超田舎者みたいな。とにかくエントリーしようぜ。なんかすごい派手なおばあさんかな。あ、若いん？おばあさん？わからん。女の人よね。年齢どころか性別の判断もつかないアユナだった。なんだよあいつ。ジムチャレンジ参加でしたら推薦状お願いします。推薦状がなくて追い返されたんじゃない？なんか遠くの方にめっちゃ若い格好したおじいさんがおった。なんと、チャンピオンの推薦は初めてですね。俺もだぞ。え、ダンデさんが二人も認めたんですか？あなたたち何者です。俺はホップ。ダンデの弟。そして未来のチャンピオンだぞ。え、あ、はい。しばらくお待ちください。戸惑っとるやん。お二人ともエントリーできました。それではお好きな番号を選びください。選んだ番号はユニフォームの背番号として使われますよ。好きな番号？じゃあ私7番にしよう、ラッキーセブン。へえ、自分で決めれるんやね。7番ですね、受けたまわりました。あとジムチャレンジ参加のチャレンジバンドもつけてくださいね。明日、ここでジムチャレンジの開会式が行われます。参加なさる皆様はホテルスボミーに泊まれます。委員長すごいな。よし、サクッとホテルスボミーをチェックだ。あの、左横にあったところ？あ、それかもしかして行けんかったあの、街の手前の方にあったやつかな？ほらほら、若い格好のおじいちゃん。これだけの参加者がいても勝ち残るのはわずかなんだよ。まあ、そうだね。あ、これよくさ、ジムに挑戦した時に入り口とかに飾られてるやつや。
いつも何のポケモンかよくわからんかったけど。お？どんどん言う。ちゃんと音鳴るんやね。あ、かわいいこのポケモン。電気タイプ？キョロキョロしちゃって。あんた田舎から来たんでしょ。だって私もそうだし。ん？この子はなんか後に重要なキャラになるとかそういう感じ？わざわざハテナで隠しとったけど、どういう髪型ですか？え、なに？殿様か何か？みんなチャレンジャーか。まあ、そうだよ。ジムチャレンジャー同士、力の限りを尽くしましょうね。頑張ります。ジムチャレンジ、ついに開幕ですね。あ、さっきの人や。今回の大会は、委員長やチャンピオンに推薦されたジムチャレンジャーがいるんだって。もうすでに噂に。僕はリーグ委員長に推薦状をもらった。いわばエリートオブエリート。お、男やった。僕に無駄な時間を使わすなんて罪深いですよ。じゃあ私はチャレじゃないわ。チャンピオンから推薦状もらったからもうチャンピオンってことで。神すぎである。みんな緊張して勝ち残れるのかね。勝ち残りますよ、頑張って。ジムチャレンジ開会式。家族もテレビで見ている。もう一度髪型で髪型をチェックするか。そこ？勝ち残る方を考えろよ。まあ私もおしゃれしたけどね。申し訳ございません。これより先はジムミッションに挑む選手のみ入れます。まだダメってことね。オッケー。こっちは？誰もいない。開会式の前からビビっててどうするのよ、私。ボールの中のポケモンたちはやる気で満ち溢れているのに。頑張るしかないよね。みんなもうすでにさ、ゼッケンついた服とか着とったのに、私超オシャレな格好でおる。お、ジムチャレンジャーのアイナさんですね。ホテルスボミーはこちらです。案内いたしますので、私についてきてください。個人的に案内してくれるのか。団体とかで案内するもんじゃないの、そういうのって。やっぱこの横の建物？なるほど。これですか。アイナさん、こちらがスボミーインです。案内する必要なくない？あそこに見えるのがスボミーインですってよくない？人の親切に突っ込まないように。それではゆっくり休まれて英気を養ってください。了解です。そっちに消えるのね。どうも。好きな人はチャンピオン。好きな言葉は最強。この人たちもチャレンジャーかな。ガラルはほとんどの企業がローズ委員長のものなんだ。ローズ委員長？どんな人？これスボミーのマークや。かわいい。お、なんかラプラスのマークとかもある。ジムチャレンジとは別にジムリーダー同士で戦って強さのランクを決めているのね。ジムリーダー同士で？みんな何見ながら喋ってんの？と、僕たちの秘密基地。新しいジムを作りたいな。え、こんなちっちゃい子たちが。はぁ、どうしよう。僕のチラーミーがいなくなっちゃったよ。え、何？どうした？え、チラーミー探すの手伝ってくれるの？ありがとう。僕のチラーミー、好きなのは水浴びと指笛。水が溜まった場所があればきっと潜んでるよ。でもエンジンシティにそんな場所あったかな？ヒゲーって変な声で鳴くから、聞こえたら指笛で呼んでみて。指笛ってどうやるんやったっけ？なんかこういう。あ、これやこれや。OK？あ、ここから出て、え、なに？どここれ？なんかまた違う場所？こっちでもポケモンセンターがあるん。老人は偉そうなことを言うが、若い人は好きに行きなさい。あれやない、なんか、一番手前の、その男の子たちが溜まっとった場所？が、水があったところじゃなかった？強いのがポケモンの魅力なら、可愛いのもポケモンの魅力さ。ふんふん。ジムチャレンジは旅なんだよ。ポケモンと一緒にあちこち巡ってね。いいかい？一歩踏み出せたならもう一歩踏み出せるのさ。名言っぽいことを言う人がいっぱいいるね。あ、これは扉じゃない。こっちか、扉。お？入れねえ。こっちは入れるよね。ほら、またもう一個違う。めっちゃ笑顔や。労働の疲れを癒すのさ。ジムリーダーの試合か、サッカーどっちを見ようかね。ジムリーダーの試合見ろや。ポケモンが得意なこと、人間が得意なこと、分担すりゃあっという間よ。何？仕事の話？バイトが楽しかった一日、がっつり働いて、がっぽり儲けてやりましたよ。おお、それは良かったね。
それはそれは良かったね。なんか街が広くってね、よくわからんよね。てか、チラーミーってどんなポケモンだ？シルクのスカーフ、肌触りの良いスカーフ、持たせるとノーマルタイプの技の威力が上がる。なんか今こっちの方も光寄ったよね、ほら。おお、ピッピ人形。ピッピ人形いっぱい見つかるな。嬉しい。ジムチャレンジ、ジムチャレンジ。一日頑張って、好きなジムリーダーの試合を応援して、好きなことは飽きないんだな。まあね。でもずっとやりよったら飽きるような気がするけど。髪型を変えたらポケモンセンターのロトミでリーグカードも変えるのさ。あ、そういえばリーグカードね、やっぱなんか自動的に、まああれ、ちゃんとあのポーズのまんま、ほら、こんな感じで書き換えられとった。ちゃんと髪の毛もなびいとんよね。すごーい。ソーナのと妹とみんなでホップスコッチ。知ってる？ケンケンで飛ぶんだ。ホップスコッチって言うんこれ。ケンケンパやない。こっちではケンケンパです。ポケモンと遊ぶ場所。これなんなんやろ。なんかよくわからんマークが。ここは駅？ポケモンが技を出すにはパワーポイント、PP がいるんだよ。うんうん、知ってるよ。変わりたいと思った時、人はいつでも変われる。ジジイも何かするかもな。まあ、老後に何か始める人って多いよね。街中で勝負をするなら、周りに迷惑かけちゃいけねえ。街中でも勝負する人がいるのか。これ反対側の駅ってことかな。おしゃれー。応援でお腹ペコペコ。ここで我慢できたらダイエットも簡単なんだけど。いや、細いから大丈夫でしょ。うまいの大事か？早いの大事か？安いの大事か？全部大事は欲張りすぎね。何人ですか？なんかよくわからないけど。こちら、マクロコスモスレールウェイズサービスカウンターです。うん、よく噛まずに言えた私。なんかよくわからんけど、なんかこの髪型の人定期的に見かけるな。大会委員長のローズさん、いろんなことをやってるけど、どれもこれもガラルのためなんだ。どの駅まで列車に乗りますか？いや、乗らなくていいよ、全然。すごい、見てこれ。自販機も、なんかモンスターボールみたいな感じの。線路の上を走り続ける。馬鹿にされがちですが、外れずに走るのは大変なことですよ。まあ、すごいよね。あ、ここはフレンドリーショップね。なるほど。どれがどういう施設なんだかが全くわからねえ。この辺からなんか、あ、こっちからも降りられるんやね。こっちが多分、行けんかった方の、場所やんね。オッケーオッケー。おたまろやい、そろそろ帰ろうや。こういうところじゃない？絶対に違うと思います。全然聞こえん。バルジーナと遊んでるけど、本当は一緒に飛びたいな。背中に乗せてもらわんけんよ。無理なん？いや、元気？元気です。こういうところ。もっと違うと思います。いや、何も。会話に意味がなくても、好きな人の声が聞けたら、それ以上のことはないでしょ。何、どうしたの？ここなんなんやろ？ショッピングモール的な感じ？なんか思ったより狭かった。お、ロコンやん、かわいい。遠く方園地方から来た、炎のスター、それがカプさん。方園地方？方園地方、え？方園地方ってどこやった？金銀とかじゃなかったっけ？あ、違ったかな？ルビーサファイアです。ガルラのジムリーダーは強さによってメジャークラスとマイナークラスに分類されてるんだ。なんか全然覚えてない。真ん中の人と話してないね。ユニフォームショップへようこそ。何かお探しでしょうか？ユニフォームショップ？何これ？うわ、すげえ。え、こういう格好で、あれ？大会に出るってこと？え？配布じゃないの？無料配布とかではないの？何のスポーツでもユニフォームは大抵自前である。そういう感じですか？ほら、多分ここの右側から来たんやろ、私。おじさん下にもいるのね。そんなに移動するのね。ポケモンによっては勝負が好きだったりするし、いろんな付き合い方があるのね。あれとかじゃないの？全然違うね。出てこんね。
間違え。チラーミーってさ、水系のポケモンやったっけ？お、スーパーボール3個やったね。向こう側はいけない。なんか水が溜まってる場所におるって言ったよね。こういう感じの場所ではないのか。普通、川を水が溜まった場所とは言いません。え、だとしたら全くわからねえぞ。だとしたら全くわからねえぞ。私はあの場所のことだと思ったんだけど、違ったのか。なんか変な鳴き声よったよね。あれは何のポケモンやろ。タコやタコ。水浴びてエビ。水が溜まった場所があればきっと潜んでる。ピュゲーピュゲーって言われてもね。水が溜まった場所、ああいうのは水が溜まった場所とは言わんのかな。普通に運河的な。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。チラーミーってなんか黒っぽい動物っぽい感じじゃなかったっけ。そういう水系なの。私が思ってるのと全然違うかもしれん。まあ見つかるといいな。多分なんかあるよね。